ちなんでってわけじゃないですけど、関ヶ原のちょっと作品をご紹介させていただきたいと思います。関ヶ原の作品、はいはいはい、まずはちょっとご紹介させていただくのは、はい、こちら広げさせていただいてるんですけど、おこちらの、はい巻物になります、はい、これは1600年関ヶ原の戦い の、はい、こちらの方はもともとは関ヶ原町の、はい歴史民俗資料館の方に、はい、あった六曲屏風ですね。ほう、六曲屏風のそのデータをこれは東京のデザイナーさんの方にお送りをして、はい実はですね半年ぐらいかけていただいて、はい、コンピューターグラフィックでほう新しいちょっと合戦像作ってもらったんです。あ、そうなんですか。はいはい、また現代の合戦図ということですか。そうそう、はい、まあ現代版の合戦図のちょっと決定版を作りたいなっていう思いがちょっとありまして、ちょっとデザイナーさんにもご協力いただいて、お、ちょっと頑張って作ってます。すごい、半年かけて作られたんですね。はい、構図とかはまあほとんどその屏風と、はい、同様なんですけど、配置であったりとか名前であったりっていうのはその元の屏風を元にして作らさせていただいてるんですけど、例えば色合いであったりとか、はいはい、あとそれぞれの武将の表情であったりとか、はいはい、そういったものがもう現代のものとして新しく蘇ってすごく見やすい仮説になってます。へー、はい、じゃあ美術の森にもあるんですね、そちらの仮説が、はいはいはい、あちらの関ヶ原の方にも、そちらの方にも置いていただくことになりました。ああ、そうですか、はいはい、よくこうやって見ていただきますと、はい、こういうところ一つ一つちゃんと武将のお名前が全部入ってます。え、本当ですね、はい、うわすごい細かい作業ですね、はい、で、東軍西軍合わせてこれ113名の武将がここには記載をされております。この中に、はい、武将のね旗も、はい、色鮮やかに、そ色もそうなんですけど、うん、家紋とかですね、そういうのもちゃんと忠実に再現させていただいています。はい、本当に一人一人表情が違うし、はい、甲冑も全部違いますね。そうなんです、はい、すげえなこれ。お好きな方は本当に旗見るだけで、うん、誰がどこにいるってこう分かっちゃう。なるほど、ね、はい、裏切った人は、裏切った人は実は、うん、小早川秀明ここにいます。小早川秀明、はい、金吾秀明となってますけど。あ、そうなんだ、はい、ちなみに三成はここですね。石田三成、はい、西軍の大将ですね。西軍の大将は正式には毛利輝元なんですけどね。あ、そうなんです、失礼しました、そうなんだ。三成は大将じゃないですね。はあ、いはい、動かされてたのかな、じゃあ石田三成はね。いや、逆ですね、三成がいろいろこう動かしてたんですよね。あ、そうなんですか、はい、豊臣秀吉の後を継いだってことになってますよね。あ、ちょっともう喋らないようにしごめんなさい、はい、大谷義嗣、そうですね、ここです、最後は小早川に攻められて、自害して、はい、で首を持って逃げた家臣がどうのこうのっていうそういう逸話もあるんですよ。へえ、はい、細かいですねこれ、はい、で実は、うん、その作品には先ほど113人の武将がいるお話しましたけど、はいはいはい、113人全員の実は解説がついてます、うん、ここに。え、うわすごい、新聞の紙面のような。はい、これ全部100何人でした。113名です。113名の解説がついてるんですか、はい、解説です、はい、すげえ、はい、でどこにこれが配置をされてて、ええ、でその武将が誰で、うん、でまあ東軍か西軍は 色でこう分けてあるんですけど、はい、はい、でまあ、例えば東軍の、どういう人だったんだよっていう、はい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 、うわこれ楽しいですね、一日じゃ足りないですね、はい、もう、はい、実はですね、うん、このこれは元 の関ヶ原の屏風がそうだったんですけど、はい、最初の布陣通りにこうやって置いてあるっていう武将を置いてあるっていうだけじゃなくて、うん、その関ヶ原があったその日の一日の流れがこう全部入ってるんですね、この中に。はあ、そうですね、例えば、まあ、うん、有名な逸話ではこの島津、西軍 の、 負けた島津が徳川の本陣を突っ切ってこう無事帰ってって島津返してこう、ここに島津義弘がいてそのところが描かれたりですね。あ、そうなんですね、はい、
まあ、例えばここにあの杉の木がいっぱいあるんですけど、はい、これあの 月見宮大杉って言って、うん、あの串場正則が、うん、あの陣を引いたところにある杉で、今もあの関ヶ原町に現存している杉なんです。お、そうなんですか。はい、陣を引いたところで、そうですね、樹齢が確か800年とかそれぐらいだったんですけど、すごい、はい、へえ、そういうものであったりとか、うん、あのとにかくその一日の流れが、うん、とこれで一応こう分かるようにっていうふうに作られてる。なるほど、ね、はい、まあ、それがいわゆるまあ決定版たるゆえんだと思うんですけど、はあはあ、今の関ヶ原町に残ってる。へえ、はい、岡崎さんそれが作りたかったんですね。そうですね、はい、はあ、これはいいですね、はい、それぞれのストーリーが描かれているということですね。そうですね、はい、この一枚に、はい、これは巻物ですよね、はい、先ほどちょっと広げてみると、はい、これ実はね、巻物は飾れないんですね。はい、あの飾れないんですけど、うん、あの見てこうやって楽しむことができるこういう巻物と、あ、はいはい、はい、であとはあの飾ることができるタイプの、あのタペストリーなんですね。あ、これだったらいいですね。ずっと眺めてられますね。はい、これだったらあの、うん、例えばこういうところにあの、あの虫ピンのようなもの、ピンのようなものを1個させていただければ、はい、あのカレンダーみたいな感覚でかけて、まあ、軽いですよね、すごく。はあの 150g しかないぐらいしかないですので、はい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 、非常に軽いですので、ええ、まあ、あのずっとこうかけていただくことができます。はい、絵は一緒ですか、先ほどの。作品は一緒です。ちょっと縮小なんですけど、なるほどね、作品としては同じです。へ、まあ、ミニ掛け軸ですね。ミニ掛け軸、はい、どこでも飾られますよね、はい、こうなったらね、はい、いろんな楽しみ方があるんですね。で、まあ、あとは、うん、あのまあ、一番人気は実はこちらなんですけど、ほう、あのクリアファイルですか。クリアファイルなんですけど、はい、この、ね、あの三つ折りのクリアファイルってちょっと変わったやつなんですよ。ほう、こういう形で、はい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 、はい、で裏を見ていただくとさっきの合戦の回は一つ折り入ってる。すごい、はい、一緒ですねこちらとね。はい、はい、あのこれ、まあ、実はあの中にこうやってあのさっきの解説が挟み込んでやってる。あ、そうなんですか。はい、ですんであのこういう形で、あ、なるほど、はい、めちゃくちゃ楽しいじゃないですかこれ、はい、自分の自宅で見て楽しむときは巻物を使っていただいて、ほう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 、で家の中で飾って楽しむときは、うん、掛け軸のタペストリーでかけていただいて、はいはいはい、外に出かけるときはクリアファイルを巻いていつでもどこでも関ヶ原と、いつでもどこでも関ヶ原最高ですね、はい、関ヶ原の合戦っていうのは、はい、あのまあ、日本の長い歴史の中でも、うん、一番のクライマックスじゃないかなと思います。一番楽しい、まあ、あの歴史の中ではこうやっぱり楽しいじゃないですか、戦国時代って、はいはい、あのその時代の中でもさらにこうもういろんな人の思いやこうなんかが詰まってるこの関ヶ原の合戦っていうのは、はい、やっぱり、ね、クライマックスだと思うんですよね、日本の歴史の、はい、日本が大きく変わりましたもんね。そうですね、はい、ですんでこの関ヶ原のことを、まあ、やっぱりね、あの岐阜に住んでる以上、まあ、多くの方に知っていただきたいというふうに思いますし、興味持っていただければなというふうに思って。なるほど、はい、あの日本が大きく変わった場所が岐阜県にありますからね、はい、そうですね、はい、すごく我々もゆかり深いですよね、はい、誇りですよね。そうですね、はい、分かりました。ちょっと関ヶ原の楽しみ方が、はい、ちょっとさらに楽しみ方が増えました。はい、今日はありがとうございました。いつでもどこでも関ヶ原最高ですね、はい。